はいどうも、ゆうしんです。今回は本音で中学訪問、渋谷教育学園渋谷さんへの取材動画の続きということで、在校生そして卒業生の方へのインタビュー動画をお届けしていきたいと思います。お二方とも学業という面ではもちろん日本トップレベルなんですが、それだけではなくて社会にとってどのようなことができるのかであるとか、そういった将来についても考えている方でして、素晴らしい熱量を持たれたお二方でした。これをご覧いただいている保護者の皆様、やがてはね、自分の子供がこういった少年少女になっていただけたらなというふうに思う節もね、多々あると思いますので、ぜひご覧いただければなと思います。動画の後半の方では中学受験に関することもお話を伺いましたので、ぜひそちらの方もね、ご覧いただければなと思います。普段はですね、生徒さんとの対談と校長先生との対談を一つの動画にまとめてお届けしているんですが、今回は卒業生と在校生両方にインタビューを行った関係でですね、動画の長さが非常に長くなってしまいましたので、今回は別々にお届けしていきたいと思います。ということで対談動画お楽しみください。それでは行きましょう。はい、ということで、今回は卒業生そして在校生の方にお越しいただきましたので、渋々についてですね、いろいろと聞いていければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずちょっとじゃあ自己紹介をしていただければなと思うんですが、中山さんからお願いできますでしょうか。はい、私はこの春渋々を卒業して、今東京大学に通っているんですけれども、この秋からカナダの大学に進学します。中山美優と言います。はい、お願いします。はい、僕は、今渋々の高校3年生で、メガリョウスケと申します。はい、よろしくお願いします。まあ、今回ね、在学生と あと卒業生ちょっと両者合同インタビューという形なんですけども、まあ、いろいろとね聞いていければと思うんですが、まず、まあ、渋々のちょっといいところ、まあ、これもがっつり聞いていきたいんですけども、そうです、じゃあちょっとメガさんから、はい、いいところについて、はい、渋々の、まあ、いいところは、はい、結局なところなんですけど、この学校の精神の、まあ、自重自公が、はい、やっぱり一番なんかそのいいなって思うところで、うん、っていうのは具体的にどういうことかっていうと、先生から何か言われて、うん、なんかその例えば教科書とか読んで答えるっていうところだけじゃなくて、うん、なんかその一回自分でなんかその与えられた知識をベースに何かを考えてやるっていうところがすごく、うん、はいはい、すごい好きなところで、例えばなんか中学校の頃の歴史の宿題で、うん、なんか一人なんかその自分が時代を変えられるとしたら、はいはいはい、戦国武将の中で誰が天下統一できると思いますかみたいな、自分が指示を出せるとしたら誰を天下統一させますかみたいな宿題があって、うん、でそれってその本当の歴史じゃなかったことなんで正解っていうのはどこにもないんですけど、でもなんかそれを例えば考えるときに、じゃあ今それこそ天下統一に成功した例えば織田、豊臣、徳川の3人にはそういう天下統一に向かってすごい成功した3人はどういう点で彼らは成功したのかとか、逆に言うと成功した点を他の大名はなぜそこがなぜどこが違ったのかみたいな考えるっていうので、結局その今ある歴史を学んでそこからじゃあそれがどういうことなのかって考えるっていう作業があるので、ただ知識を吸収するんじゃなくて知識を吸収した上でなんかそこに自分の考えというか知見を乗っけるっていうところがなんかすごいいろいろ物事を考える習慣を作るなと思っていて、結果的にそれが自重自公というか、自分たちでその本当にだから社会に出た時に答えとかがないと思うんですけど、答えがない中でどういうふうに考える、今までの自分たちの知識をどう生かすかっていうところにつながっていくんだろうなと思ってて、そういう意味でこの自重自公っていう精神がすごいいいなと。あれですよね、そういうのって大学生になってからとか社会に出てから気づくものなのに、今もう在学中にすごい気づかれてるってすごいですね。中山さんどうですか？なんか生徒の多様な思考とか、はいはい、やりたいこととか自主性を高揚する環境がすごい整ってるなって思ってて、なんか最初の歴史の授業とかでなんか猿エンジンとか言ってたら、なんかこれ私のお父さんに似てるみたいな発言が出てきて、授業中になんかそれもみんなで笑って受け止めるみたいな、いろんな考え方をするっていうのが当たり前になってて、それをサポートする人たちが集まっているっていう印象を私は受けてて、あの先生たちが本当に一人一人に真摯に向き合ってくれるっていうのもそうですし、うん、先輩方も渋々母校として愛してるっていうのは感じてくるし、包容力のある環境、うん、人々が集まっているところっていうのをすごく感じて、そこはすごく恵まれているところだなと思います。はい、まあ、人の良さ、人のつながりですよね。はい、なるほど。そしたら、まあ、これ別になくてもいいと思うんですけど、まあ、渋々の中で好みで分かれるところ、まあ、いろいろあると思うんですけど、もしそれあればじゃあ皆さん
知りたい。そうですね。だからそのよく、はい、なんか僕が学校説明会とかに手伝わせてもらって手伝わせになんか行かせてもらった時になんかよく聞くのは工程がないことなんですけど、やっぱ工程がないっていうことって結構なんかイレギュラーなことじゃないですか。まあですね、だから工程がないってことはまあ一個そのなんだろうな好みが変わるというか、なんかもう本当今ではなんか工程があった小学校の頃とかがそういうイメージできないぐらいになってて、工程がないってことが当たり前になっちゃってるんですけど、だからまあそこはあるのかなみたいな風にはまあ思いますね。まあだから単純にね、野球だったりサッカーだったりをしたかったらちょっと別のグラウンドの方に行ってっていう、代々木公園のところで借りていくとか、ちょっと牛久川原の方まで行くみたいなところはまああるっていうふうに思います。まあすぐ隣にでっかいグラウンドがあるよりは、まあ、そうですね、ないよりはあった方がいいっていう感じです。そうですね、まあ、そういうことだと。そう、なるほど。中山さんはい、梅田さん今ちょっと物理的なその施設の話をしてると思うんですけど、私はちょっと概念的な話をすると、学校は結構その国際性みたいなのを結構歌ってて、あの表で活躍して賞を取ったりするのが異国連とか英語ディベートとかそういうのが多くて、そのあと海外に出てる人たちみたいなのをアピールしがちだと思うんですけど、結局学校内にはイメージと違ってるとこ人も結構いて、国内志向、海外志向がそんなに強くなくても学校で得た国際的な視点を踏まえて日本でやっていこうって思ってる人も十分いるし、その人たちもすごい充実しているので、そこはその海外っていうところにこだわらなくてもすごく充実した環境であるんだよっていうことをすごい伝えたいです。はいはいはい。まあ、そしたらじゃ あ実際学校生活についてあのちょっとお聞きしていこうかなと思うんですけども、まずじゃ あの校風、はい、ここについて、まあ、校風と校則をお伺いしたいかなと、まあ、それちょっとリンクしてる部分もあると思うので、まあ、校風についてじゃあ一言で言うとどんな感じですかね。校風は自由ではあるんですけど、はい、なんか自由っていうのが無法地帯みたいな意味ではなくて、どっちかっていうとその責任に裏付けされた自由みたいなイメージがなんかすごい強くて、例えば僕ら制服をこうやって着てて、制服がない学校さんもあると思うんですけど、はい、制服が着てるのはやっぱそのそこになんか渋々性であるという自覚を持つみたいなメッセージがあったりすると思うので、なんか全てが自由ってわけではなくて、なんかほとんどは自由なんですけど、たまにそういうたまにっていうかルールも一定数あるから、逆にそのルールは何であるのかなとかっていう考えるきっかけにもなってて、だからすごいなんだろうな、まあ、自由であるんですけど責任とかそういう裏打ちされてるなっていうのはすごい感じますね。中山さん、なんか印象に残ってる校則とかってあったりしますか？そうですね、結構校則の話が多かったんですけど、校風の面でも本当に人々が自由みたいな感じで、あと校則で特色があるというと、スマホが OK なんですね。そうですね、そこ多分他の学校さんとすごく違うんじゃないかなと思うんですけど、まあ、でもスマホも結局まあ街で歩いてる時とか大学生になったらもう普通にいつでも触れる環境じゃないですか。だから校則でその髪型をこうしなさいとかスマホは使っちゃダメとか、なんかなんでって思うことをあの強制される校則ではなくて、自分たちでその校則がない部分は自分たちで考えなさいっていうメッセージが強いと思ってて、まあもちろん授業中はスマホはダメっていうのは一応あるし、自分たちで節度を持って考えるっていうのを意識してるのかなと思います。まあ、だから、自由が一番不自由だみたいなことをよく言われたりしますけど、その結局その自由であることをどうするべきなのかっていうのを考えさせられるからこそ、いわゆる常識だったりとか、なぜこういうことをしているのかっていうところも考えさせるっていうのが、多分おそらく教育の一環なんでしょうね。そうですね、はい。まあ、そしたらあのちょっと授業、いろんな素晴らしい授業あると思うんですけど、まあ、授業を見学させていただきまして、で帰国生の授業も見ましたし、あの各学のいろんな学年の授業を見たんですけど、結構なんか雰囲気としては、まあ、黙々とやってる授業も多かったし、それなりにね賑やかにやってる授業もあったんですけど、どうですかね、授業による感じですか、雰囲気としては。本当によりますね、先生にもよるし。あ、まあそうですよね。たまについて帰ってくる時とかに、はいはいはい、教室歩くとすごいシーンとしてて、あ、本当にこの学校ってめっちゃ勉強熱心っていうか、まあ、集中してるんだなって思う時もあるし、一旦話し合ってみたいな時間になるともうわい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 になるし、その私が先ほど言ったように授業中になんかもうどんな発言も許されるみたいな雰囲気の授業もあるし、それはそれで本当にほんわかしてすごい楽しい日常。今ちょっと思ったのが、結構なんか寝てる子があんまいなかったなっていうか、一人も見なかったんですよね。だから授業中は真面目にやんなきゃなとかっていうことは
イメージはなくて、どっちかというと真面目にやってて、ただなんか気な、むしろなんか気になったことをどんどん話していけみたいな、もっと賑やかにしてもいいんだみたいな感じですね、むしろ。なるほど、まあ積極的に参加するっていう感じですか。はい、ことが求められるというか、喜ばれます。あと私は思うのは、その、はい、この教室の中でみんなと一緒に学びたいっていうか、先生が提供してくれている学びの材料を、コミュニケーションの一環としてなんかもう吸収したいみたいな本能が働いてたんだなと思って、本当に学びに関しては、恵まれてる環境だなって思います。したらまあ、課題っていうのが、はい、結構出るかなと思うんですけど、その辺の課題の量って実際どうですかね。僕は本当に課題多いって思ったけど、マジでなくて、あ、なるほど、不思議なんですよ。多分だから、はい、本当に計画だと思ってて、僕中学生の頃とかは夏休みあると思うんですけど、はい、大体7月の下旬から8月いっぱいまでで、だいたい僕7月に全部終わらせれるぐらいの課題の量で、どうなんですかね、その個人 の, そのやる気の問題それはある、そうですね、だからそれはすごいですよね、多分最初にやろうと思います、ね、ただやっぱ中学生とかのうちは結構多めに課題があって、うん、ただもうどんどん少なくなっていく、ただだんだん少なくなっていくのは、ただそれは宿題をなんだろうね、やらなくても自分で何が必要かっていうのを勉強しなきゃいけないからだと思ってて、なるほど、だから一貫してみると、まあ課題はそれなりに多いのかもしれないですけど、うん、なんか自分のそれを例えば試験しなきゃみたいな思ったことは、なんか僕は本当に全然ないですね。どうですか？私の印象としては、はい、一般、私は帰国英語を打ってたんで、それ以外の科目の話で言うと、はい、ほぼあんま負担に思ったことはなくて、学期中はほぼ出ない、もう数学の課題とかは、テスト前に問題集を何十ページ分解いたのを出せみたいな感じなので、うん、授業、毎授業ごとにこれがないといけないっていうのはなくて、うん、基本的には授業を聞くだけみたいな。なるほど、なるほど。私はそうしてたんですけど、うん、あと、でも中学生のうちはそのプレゼンとか、うん、なんかグループワークとか、ね、ディベートとか、うん、その研修の準備とか、そういう意味での楽しめの課題は結構中学生のうちは結構伝えたかなって思います。帰国多くないですか？で、帰国英語に関しては私は中学のうちはそうですね、帰国英語は本当に中心の曲が本当にレベルが高くて、私はもうレベルが低いなと思ったことは一回もないっていうか自分よりできる人が本当にたくさんいて、そう、中学のうちは私は学校行って授業を楽しく受けて、部活に行って帰りの電車と夜は英語の課題しかしないみたいな、その生活を3年間続けたので、なんか定期テストの前にはその他の科目も勉強するけど、帰国英語の課題の量はあんまり舐めない方がいいかもしれないです。でも中学の頃 その他の科目の課題はそんなに多くなくて、まあ、夏休みはその数学とか計画的にやらないとちょっと終わらないんですけど、普段の時は全然多いと感じたことはないです。ありがとうございます。まあ、今の話とちょっと付随する部分ではあるんですけど、やっぱり大学受験、まあ、大学付属ではないので大学受験を目指すと思うんですけど、学校の授業の中でどのあたりまで大学受験対策をするかっていうのはもう学校さんによって全然違うと思うんですよね。で、特に本当にトップの学校とかだったら逆にしなかったりとかもするし、そういう意味ではその渋々さんはどの辺までこう大学受験対策、ちょうど今ねまさに高3だと思うので、はい、で僕は実は塾行ってなくて、はい、理由はその渋々いれば受験対策っていうのが、うん、そうなんですね、全部できるっていう風な、はいはいはい、まあ、信頼をしてて、実際にまあ先輩の中でもそういう先輩って本当に多くて、うん、塾行かなくてもいいって、うん、で授業の中でも例えばその過去問、例えばそれこそ東京大学の今年のなんか入試の問題解いてみようとかっていう時間を取ってたりとか、まあ、それこそ別に他の早稲田慶応とかいろんな大学の過去問解いたりとかして、だから結構本当に塾でやってるようなことを近いこと、まあ、演習とかも授業で時間を取ってやってくれたりもしてて、プラス先生方がなんか放課後とかに、なんかこれは先生方の負担すごいと思うんですけど、結構見てくれてて、例えば僕はいつも毎週この木曜日に友達と3人ぐらいで集まって一緒に東大の日本史の過去問やって先生出して添削してもらうとかやったりしてて、なんかそういうのを要はやってくれるので、別にわざわざ塾行かなくても自分たちである程度カバーできてるっていう風に、実際なんかそれで例えば成績がめっちゃ悪いとかもあんまないですし、しぶしぶに言えば結構なんか受験対策は本当にできるんだろうなっていうのはなんか実感としても。中山さんはまあ実際にね東京大学に入学されてますけど、大学受験対策っていうのはどういった形でされてますか？そうですね、しぶしぶのカリキュラムとして、はい、まあ、先取りを一応しているので、はいはいはい、まあ、数学は早めに終わるし、まあ、なので文系だと2年間も授業は全部演習なんです、うん、文系だと
で、まあ、そう先取りを してるのでもう早く終わって、あの高3の1年間は授業ではその演習とか大学の問題の紹介するとか、うん、まあなんか楽しく解いてみようみたいな感じになって、うん、あとはその、まあ、みんなそろそろ囲まれる時期だと思うけどみたいな感じの声かけがあって、その細かく指導してくれるわけではないんですよ、大学受験対策を高3になってから、はい、そのこ次はこうやって次はこうやってっていうのを、うん、みんなに対して言ってくれるわけではないんですけれども、そういう雰囲気作りっていうのはちゃんとできてるし、うん、高2までの段階でそのこれから大学受験を始められるような基礎学力みたいなのをつける定期テストっていうか、うん、授業はもう本当に十分整っているので、うん、それまでで遅れてると思ってるんだったら自分でどう補うのかを、うん、まあ、その塾とか自分でやるなり、うん、先生のサポートを受けるなり で、まあ、十分追いついてると思っても志望校対策は自分でどうするか、うん、自分でどうしたいかは本当に自分自身任されてる感じです。なので受験対策について細かく指導されるわけでは本当にないっていうか、うん、私はそれも結構びっくりしたんですけど、はい、まあ、もちろん相談に乗ってもらいたいと思えばいくらでも相談に乗ってもらえるし、実際、まあ、塾行かれてる子もいると思うんですけど、はい、通塾率、まあ、大体肌感でいうとどんなぐらいですかね。そうですね、あの、はい、私2人とも文系なんで、はいはいはい、文系は多分、まあ、十分だなと思ってる子も収集十分だなと思ってる子も結構多めだと思うんですけど、まあ噂の範囲ですけど理系の人たちは結構、はい、塾に行ってる人も多い。数学だったりとかで、ね、そうです。あと、はい、英語ですね。なんか英語は修習の英語は応用みたいなのを結構重視して教育してて、その文法みたいなのを、うん、なんだろう、がっつりやる感じではないので、あの塾でそこを補強してるって人は多い。まあがっつり受験対策として、まあ、塾でやってる部分があると。人もいると、うん。あともう一つなんですけど、進級の規定みたいなのを、まあ結構ね、あの学校によってそこは全然違うと思うんですけど、あと実際本当に落第がある子と学校もありますし、うん、逆に落第を出さない学校もあると思うんですけど、その辺は実際どうなんですか。多分落第の制度がない、制度自体がないんじゃないかっていう話があって。あ、そうなんですね、はいはいはい、多分ほぼですね。でも赤点を取り続け授業をサボり続けた安定な人に対しては、うん、救済措置が与えられるみたいな噂があって、だから新規その何人も留年生が出るってことはなくても、はいはいはい、多分留年生っていうのは多分存在しない。あ、そうです。もう僕の修学期で見たことない。じゃあもうないんですね。でも単位を落とすとなると、はい、なんか言われてるなみたいなのあります、うん、お前そろそろやんないとこのまま単位落とすよみたいなのを言われてる友達がいるんで、多分だから事前に伏せてるっていうのもいいじゃないですか。まあ先生のそのご好意があるんですかね。いや、だと思います。でも僕らはあんまり見たことないです。そしたらまあ行事ですね、はい、あのまあ、まあ、いくつもいろんな行事あると思うんですけど、ちょっとぜひその印象に残ってる行事っていうのを、はい、どんな行事かっていうのと、はい、まあ、どういったことが印象的だったのかちょっとお伺いしたいんですけど、合唱コンクールと研修に私はすごく熱を燃やしてたっていうのが振り返って思うことですね、はい、合唱コンクールは中学の間しかないんですけど、はい、3年間委員を務めて本当にそこは結構もうなんか燃えててクラスの対決で、確かにね、そうですよね、はい、研修は学校の外で学ぶ機会とか その場の地理とその歴史と人たちを知るっていうのは本当に楽しかったので、うん、あのしかも普段は関わらないようなグループを組まれているので、それをできるのは本当に楽しかったです。あ、素晴らしいですね。僕は行事っていうよりもプログラムに近いと思うんですけど、はい、自重事項論文っていうのがあって、はい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 、なんかそれが本当になんか楽しかったっていうか、なんか自重事項論文っていうのは自分たちで本当になんか小学生の頃とか自由研究ってあるじゃないですか、あれをなんか論文レベルでちゃんとやろうっていうのが多分自治論で、自分たちがテーマ考えて、でそれを本当に1年間とか7それ以上かけてテーマやって、自分たち調べて論文書きましょうっていう行事というか、まあそういう一貫したプログラムがあるんですけど、それがすごいやっぱ自分の中のなんか知的好奇心じゃないですけど、要は社会と自分の今までのなんか学びをコネクトするところになるし、足とかいろいろも全部使ってフル活用して一つの課題にこう立ち向かっていくっていうのがなんかすごく新鮮で楽しかったです。なるほど。そうですよね、まあ、僕もあの7階でしたっけ、あの壁にこう優秀作品貼ってあるのを見させていただいたんですけど、はい、本当に面白いテーマばっかりで、うん、それを本当になんかテーマとしては一見すごいなんかポップなイメージのものもあるんですけど、うん、それを本当に論文レベルで落とし込むっていうのですごい面白い企画だなというか、うん、まあ、プログラムだなと思っていて、しかもね、あの大学入ってから
普通だったらね、論文、まあ、てかまあレポート論文の連続じゃないですか。でそういった中で調べることだったりもそうだし、論文 その定型的なものだったりもそうだし、そういったものがこう大学入る前に身につくっていうのはすごくいいなと思ってて、それは素晴らしいなと思ったんです。じゃあ実際それがいいものだ。そうですね、それがよかった。だからそれが渋々の通常のやつ、やっぱ行事だってよくて、はい、なんかもっと行事チックで言うと、はい、僕たちのとしてコロナウイルスのせいで修学旅行なくなっちゃったんですけど、はい、なんとか僕たちだけの学年でスポーツフェスティバル、体育祭みたいなのやれて、なんかそこで僕体育院に住んだんですけど、なんかそこではもうプログラムを全部一から作って、教育も自分たち全部考えて、で、あれやっぱ先生とかの力はもちろん教育を手配していたり、教育所を手配していたりとかあるんですけど、本当に当日の進行とかも全部自分たちやってみたいなのはすごい楽しかったです。でも基本的な概念、やっぱりその自重事項が全部に反映されてますよね、多分プログラムですね。それはでもなんかここまでこう理念と実際に行われている教育がマッチしている学校って珍しいと思うんで、そこはなんかまあ、いいところだなってやっぱり思いました、今お話聞いて。あとまあそしたら対人関係ですね。まあ先ほどね、コミュニティとしていろんな友人がいて、おしゃれが好きな子もいれば、まあ、そういうのに興味ない子もいるし、でいろんな人がその多様性を持っているっていうことがもうデフォルトとしてあると。でそれがもうコミュニティとして成立してるから、それはもう全然何も違和感はないんですよってことをおっしゃってましたけど、一般生と帰国生っていうのはどういう関わり方をするのかなっていうのは、一般生にとっても帰国生にとっても気になるところだと思うんですよね。うちの学校は全然そういうことはなくて、基本的にその分断があるとすれば英語の授業が違う。なるほどなるほど、まあ、英語だけまあ別の、まあ、授業っていうか帰国英語っていう、まあ、授業になるという。個人的な友人関係は本当に自由で、まあ、それこそ、まあ、結局帰国生つながりで仲良くなってる人も結構いるんですけど、私はもう本当に普通に授業、クラスで仲良くなった子、部活で仲良くなった子と、付き合ってるので、全然最初は帰国が決めたのかたまることまあそうですよね、はい、一般なんですけど、多分なんかもうだんだんもなくなってきて、僕実は今帰国英語のクラスなんですけど、一般生なんですけど、一般生出身帰国英語クラスやってて、ただやっぱ帰国生のみんなと普通に話せるし、だからなんだろう、やっぱそこら辺はあんまり特に壁みたいなのは僕はあんま感じなかったかもしれないですね。一般生からしたらね、やっぱり帰国生の英語力って尋常じゃないじゃないですか、尋常じゃないです。そういう意味ではそこでね、学べることもたくさんあるだろうし、いや本当にそれはメリットですよね。あとは帰国生からしてもね、でもずっと海外で住まれていて、そのまま中学で入ってきたっていう子なんかは日本の、まあ、常識というかがあんまり分かってなかったりもするかもしれない、でもそれは一般生と関わることによって少しずつその日本の文化をね、学ぶこともできるわけだし、結構双方にメリットがありそうな感じですね。そうですね、はい、本当に。はい、それでは次に、まあ、中学受験、まあ、実際にどういうふうにして渋々に入ったのかっていうのをお伺いしたいんですけども、一般入試と、まあ、帰国入試ということなんで、はい、ちょっとお話を分けて伺いたいと思うんですけど、ちょっとじゃあまずそのメガさん、その一般入試から入られたちょっと特殊な受験の、ね、経路があると思うんですけど、まずちょっと塾にもし通われていたとしたら、どういった塾に通われていた？僕は早稲田アカデミーの方に通ってて、はい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 、小6の10月から。そうなんですよね、はい、小6の10月ってかなりもうギリギリですよね。そうです、本当は、日知農研に渋々の対策の特別コースがあって、はい、それに入りたかったんですけど、はい、遅かったので塾に入会しようとしたのが、はいはい、なので仕方ないというか、近かったっていうのもあって早稲田アカデミーの方に入って、でそこでまあ理科と社会を受けさせてもらってて、ただなんか同時期になんか早稲田系列の英語の英会塾みたいなのも行ってたので、だから実質英語とまあ理科社会をこう勉強してるみたいな感じでやってましたね。その理科社会は、まあはい、塾で対策されたと思うんですけど、算数国語はどういうふうにしてたんですか？算数国語は基本的には自主学習でやってて、算数はただなんか先生が塾の先生の一人が、見てくれたりをしてたので、たまにだからその土曜日にこう行って授業がない日に行って、先生に例えば何問か添削をしてもらうとか、そういう風な感じで。なるほど。もうその6年生の10月に入るまでは何も対策をしてなかったって、はい、いや本当それは全然そんなことはなくて、はいはい、実を言うと、はい、僕が、この中部試験の世界を知ったのが小学校6年生の夏休みの前ぐらいで、全国統一小学生テストっていう模試を親から受けさせられて、で僕は本当にすごく恥ずかしいんですけど、自分は小学校のテストとかだとずっと100点とか取ってて、なんかすごい自分はなんか何でもできると思い込んでたんですけど、そのテスト受けたらもう全然わかんないことばっかりで、
偏差値とかも30、40とかそんなレベルで、はいはい、でもなんかすごい周りにいる人たちは全然さなんかひょうひょうとしてて、うん、なんだこの世界はみたいな衝撃を受けてすごく悔しくて、そこからなんかこの人たちがやってる勉強を、別に中学受験とかって目標はなく、単純にその負けず嫌いの性格から始めて、で夏休みは、四谷大塚さんの出してるなんか予習シリーズっていう教材があるんですけど、その予習シリーズの小学4年生から買って、理科社会をまあ徹底的に予習シリーズでこう解いて、でまあ国語と算数もその予習シリーズで、まあ自分の中で自主学習して、で、そうですね、夏休みをそれに使って、実を言うとその夏休みの後にまた、はい、模試というか、はい、合符号かな、はい、っていうテストがあって、このその会場がたまたまここの学校で、この学校の机と椅子の使いやすさに本当に感動してあ それで、あこの学校なんかいいなって、なんかそれがすごい自分だけ鮮明にあって、で親もなんかすごいその国際化みたいなところに感銘を受けたらしくて、なんかそこで利害が一致したじゃないですけどなんかこの学校いいねみたいな感じで盛り上がって、なんかじゃあ受験してみるかみたいな、なるほど、風にして、そうですね、小学の10月にじゃあ塾に入りますかみたいな話になったっていう。その入る時点ではその合格可能性というかどれぐらいだったんですか？本当にいいです、はい、全部いいです。まあそうですよね、はい、普通に考えたらそうですよね。渋々は1日と、はい、あと1日と2日と5日あるんですけど、はい、全部いい判定で、一つもてか僕の行こうとしてる中学、僕全然中学受験知らなかった。親も、地方出身なので、はいはいはい、中学受験っていうシステムとか世界をまず知らなくて、だからもう本当にいい判定だったんですけど、はい、最後の模試だけ、はい、2月の1日が、はい、E から確か D になったっていうのをなんか覚えてますね。でもそこからとにかく猛勉強で、はい、なんか、はい、渋々はちょっと、はい、入試が特殊で、模試のスタイルと入試のスタイルが若干違うんですよね。だから、模試ではあんまり成績取れなかったんですけど、渋々の過去問とはすごく相性が良くて、要はそのリード文を読んで、うん、そこから自分で考えて書くみたいな、だからそういうところは本当に自分 の要は知識がなくても、まあ、知識がある程度あった上でそれを活用するっていう方が焦点を置かれていたので、うん、なんかそこはすごい、自分と合っていて、なので過去問では結構合格点とかも取れたりしたので、なんかいけるんじゃないかなみたいな期待感はありました。まあ元々ね、もちろんその賢いっていうのは絶対あったと思うんですけど、うん、そこでね、悔しさをバネにして努力できたっていうのは、ね、小学生にしてその才能があるのは素晴らしいですけどね。まあでもまあ、それは特殊は特殊だと思うんですけど、はい、多分その時期から頑張っても渋々に行くことが実際に可能ではあるっていう、まあ、ことですもんね。間違いなく可能だと思ってて、理由はやっぱり渋々 の、 やっぱその入試の特殊さにあると思ってて、はい、やっぱそのなんだろうな、知識をただインプットすればいいというよりどっちかというとアウトプットにすごい、なんか入試の段階から結構もう焦点が置かれていて、なんか過去問とか解いてみたら分かると思うんですけど、すごく面白い問題が多いから解く中でもすごい楽しいですし、だからそうですね、そこと相性が良ければなんとかいける。あとまあ結構傾向もしっかりしてるから、うん、ちゃんとそこに絞ってやればいけるとは思います。まあなるほど、はい、ありがとうございます。そしたらちょっと中山さんに聞いていきたいんですけども、帰国入試で入られたと思うんですけど、はい、まあ塾とかっていうのは行かれてたんですか？はい、行ってました。どういった塾でした？帰国子女アカデミーっていう、その渋々に特化したような感じの塾 で、ね、はいはいはい、で帰国受験の英語をサポートしてくれる塾に私は行きました。あとはそうですね、あの受験の経緯を説明すると、はい、あの私小3から小6まで海外にいて、はいはいはい、中国でインターンに行ってたんですけど、はいはい、まあ、そこの段階で母親がまあなんかその英語を生かした中学校高校生活を送れるといいなっていうふうに多分思ったと思って探してくれて、四谷大塚の教材を使って勉強してテスト、算数と国語と英語のテストを受けるみたいなのがあって、うん、それをまあ小4ぐらいから四谷大塚の算数が分からず泣く泣くやってたっていうのはあるんですけど、うん、まあ、そういう感じでまあ受験を意識してたっていうのはあるんですけど、うん、小5小6になってだいたい渋々とかいうふうに焦点を定めた時点で、渋々はとか私の受けたい学校はほぼ帰国生に算数国語とか一般の科目を課してなかったので、ほぼその対策はせずに、小6では私は英語のエッセイを書くこと、英語の読解問題を解くこと、うん、英語のリスニングできるようになることに特化して、うんうんうん、もうめっちゃ英語の勉強、あ、多分今より英語できたんじゃないかっていうぐらいめっちゃ英語書いてました。あ、じゃあもう英語の対策だけを、うん、私はそうですね。まあ、そこはね、あの帰国子女入試の傾向とか対策って、まあ、学年ごとだったり変わってくると思うんですけど、まあ、中山さんの時はその英語に特化して
そうです、帰国子女アカデミーっていうところで、はい、まあひたすら英語の訓練をしていたという。そうですね、本当に訓練でした。ああ、ありがとうございます。あとその親御さんがどういうふうに中学受験に関わってたのかっていうのも聞いていきたくて、はい、そのまあね、あの皆さん6年生の途中から悔しい思いをして、はい、あの受験したっていうふうにおっしゃってましたけど、その予習シリーズとかを自分で解いてるときに親御さん教えてくれたりとかしたんですか？いや、ないです。全然。あの、いや、親に教えをこうとしたときあったんですけど、はい、親の教えか、要は親はそういうのやったことがないので、どうしてもなんか例えば X とか Y を出していかなきゃいけなかったりして、はい、いやなんか全然違うよみたいになっちゃったりして、うん、だから結局ほとんど自分でそういうのをやったんですけど、ただだからその国語とかは母に例えば見てもらったりとか、うん、あとは父がやってくれたことですごい感謝してるのが、結構計画を立ててくれてて、あ、だからじゃあ今週はここからここまでやった方がいいんじゃないみたいな言ってくれたりしてっていうところとか、あとはやっぱり自分のメンタルサポートじゃないですけど、うん、なんかその例えばその行ってた英語の塾とかの送り迎えをまあしてくれて、うんうん、まあ、なんかそのチロチョコみたいな買ってくれるみたいな、うん、なんかそういうちょっとした、まあ、モチベーションにつながりますね。そういうなんか優しさをあって、はい、だからそういうのがあるだからっていうのは自分の中で大きいです。だから基本的にはそうですね、環境を整えてくれたみたいな、まあ、勉強を直接ガーッと教えてくれるというよりかはなくて。なるほど、ありがとうございます。中山さんはいかがですか？そうですね、まあ受験っていう意味で言うと、その母親がいろいろ手段とか学校探しとかを結構積極的にやってきたと思うので、うん、そう、その面では、あと塾に行かせてくれて、その夏期講習を取りたいって時は取らせてくれたし、そういうの、まあそういうサポートはあったんですけど、あと受験に限らずってことっていう勉強面のサポートっていうと、1日の何時間空いてるみたいなのをその紙に書き出して、この時間はこう使う、この時間はこの30分はこうしよう、次はこうしようみたいなのを計画立てるっていう習慣を多分教え込まれてたっていうか、そういうことに関してはあの教えてサポートしてもらってて、それは本当に受験に限らず、あのその中高、まあ、大学でも多分人生で役に立つスキルだと思うので、それを機会に身につけられたらいいのかなって。なるほど、なるほど。じゃあまあお二方ともやっぱり計画を立ててもらったっていうのは共通して親御さんがやってくださったことですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあですね、まあ、受験生ね、これご覧いただいている方多いと思うので、うん、直接メッセージをいただければと思います。はい、こちらのカメラにお願いします。はい、渋々に入ることっていうのは、まあ、ゴールではないと思うんですけど、渋々はすごいこれからの人生のスタートにすごい適している場所だなと思うので、まあ、ぜひなんかまあ辛い時もあると思うんですけど、頑張って渋々に入ってなんか渋々ライフをエンジョイしてください。お待ちしています。渋々は本当に温かいコミュニティがあって、学びも遊びも行事も本当に充実してて、素晴らしい学校なので、あの皆さんにぜひ頑張って入ってきてほしいなって思える学校です。皆さん後輩になってくれるのを待ちしています。はい、ありがとうございます。はい、あのまあね、もうあの渋々に、まあ、もう目指している方、もうすでに目指している方ももちろんご覧いただいていると思いますし、そうじゃない方もね、まあ、あのいいなと思った方いると思いますし、まあ、またね、もちろんこの、まあ、今回お越しいただいたお二人以外にもやっぱりいろんな渋々生が多分たくさんいらっしゃると、まあ、こういった方ももちろんいる、まあ、もちろん海外志向を持って、あの積極的にっていうその方もいるし、あの先ほどね冒頭でもお話しいただきましたけど、国内の方に目を向けてっていう子もいると思うんで、まああのいろんな方がいるっていうのが、まあ、渋々の良さでもあると思うんで、まああの2人のお話ねすごくあの参考になったと思うんですけど、そうじゃない部分もたくさんありますよっていうのはね、コメントに入れていただいて、今回の話楽しんでいただけたらなと思います。すいません、長々とありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。在校生卒業生とのねインタビューをお聞きいただきましたが、本当にですね熱量のあふれるお二方で、将来が本当に楽しみだなと思いました。僕自身はお二方と比べると年齢という意味ではねいくつか上のはずなんですが、それでもお二方の熱量に気をされてしまった部分がありまして、自分自身も何個も何個もステップを上がって努力していかなければいけないなというふうに感じました。次はですね、校長先生との対談の動画をアップしますので、ぜひそちらもご覧ください。この動画が良ければチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。ご質問リクエストございましたらコメント欄の方でお待ちしております。 Twitter、Instagram もやっておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。